トラックスは、ボンバルリアトランスポーテーションが設計、製造する電気機関車、ディーゼル機関車で展開されるブランドである。鉄道事業者の指定の仕様で制作する、オーダーメイド方式に対し、トラックスは、車両メーカーの仕様をもとに、納入先の鉄道事業者に応じた仕様を決める、セミオーダーメイド方式で制作される。搭載機器のモジュール化を行い、各種の電気機関車を呼び、 ディーゼル機関車を作ることができる。現在、ドイツ、スイス、イタリア、ルクセンブルクで使用されている。トラックスの設計は、アイグヘンシェルが1994年に作った128系試作機を元とする。これは、ドイツ鉄道が1950年代1960年代に、アインハイツラコモッタブンと呼ばれる標準型機関車を置き換えるために作られた交流電気機関車で、 出力6 4 0 0ット最高速度は時速2 2 0トルに達する。クラウスマッファイ製のユーロスプリンターでの127型に相当する。127型は、ドイツ鉄道120型を発展させた3、小モーターを使用した電気機関車である。試作機は、ドイツ鉄道から80両の中速貨物用機関車を受注することにつながった。 これらは145型として1997年からアドトランツで製造された参照モーターを使用したことにより、わずかな設計変更でほとんどのヨーロッパ地域を走ることが可能となった。2000年のハノーバー万国博覧会の開催中、DB は数量の145型を重量2階建て客車の牽引に充当した。結果は良好で、 改良型の146型が発注された。主な変更点は、クイル式駆動方式としたことで、最高速度を時速 160km とした。ドイツ鉄道185.0系アドトランツは2002年に、ボンバルディアトランスポーテーションと合併し、アドトランツ由来のセミオーダーメイド機関車の設計は、トラークスとして展開されることとなった。DB は400両の185型を発注。 2002年までに製造された車両は出力が計4 2 0 0ットだったが、後に5 6 0 0ットに増強されている。最高速度は時速1 4 0トルないし1 6 0トルである。2003年185型が同様の改造を施され、146.1型となった。BLS カゴリ485計画種、電気機関車のうち、 最も出力の高い機関車ということで、スイス連邦鉄道及び BLS により、ゴッタルド鉄道トンネル、レッチュベルクトンネル、シンプロントンネルを通過する重量を列車牽引機に選定された。2002年よりそれぞれリ482.1系及びリ485型として配備されている、ドイツ鉄道146.2系、トラックスには初代トラックスの改良型。 出力はトラックスと同じで最高速度は時速1 4 0トルとなっている。2004年20両の硬直療養機関車がスイス国鉄の貨物部門に納入されたトラックス2で初の硬直療養機関車で4種類の電源に対応していたスイスとイタリアの保安装置しか装備していなかったため試運転では2種類の電圧でしか使われていない5両が チザルピーの車により借り出され、スイスとイタリア間で試運転された。さらに3両が2007年に配備された。2005年、185型は大幅なモデルチェンジを受けた。前頭部の変更、イベットの採用が主なものである。これらは1 8 5 2系及び146.2型とされた。トラックスの生産開始当初から、ボンバルディアは、 トラックスのディーゼル機関車版の生産を検討していた。しかし、トラックスとトラックス2の設計は、電気機関車に特化しており、汎用性の観点から実現できなかった。2006年、ボンバルディアは、トラックス2からトラックス 2E へと変更し、エンジン冷却風取り入れ口と給油口、そして燃料タンク搭載スペースを持ち、電気機関車とディーゼル機関車の双方に共通で、 使用できるよう改良した。この拡張性をもって必要に応じて電気機関車からディーゼル機関車へあるいはその逆へという改造をも可能にした。レンフェ253型トラックスにー、e、での最初の電気機関車バージョンは186系の副電圧系である。これはオランダのアムステルダムとブリュッセルの間で高速新線を経由する列車に使われる予定である。同様に オランダからイタリアへ、また、ポーランドからオーストリアへ、国境での機関車交換なしで、貨物列車を運行する。もう一つ、イタリア市場向けの直流専用電気機関車である、E483 型がある。どちらも2007年6月まで、試運転を行い、186型は2007年9月から、アムステルダムブリュッセル間の列車で、急線経由で充当される。 メトロノム246系ディーゼル機関車、ドイツ鉄道245系ディーゼル機関車、ドイツのニーダーザク先週の鉄道運営会社メトロノムが、最初に旅客型の246型を発注した。11両が2005年に発注され、2007年には配備の見込み、最初の3両は早く竣工し、2006年のイノトランス国際鉄道技術専門見本市に出展後、 性能を確実なものとするために予定より早く試運転を開始した。これらは非電化のハンブルククックスハーフェンセンにて運行される予定である。また、車両リース会社の CB レールは貨物型の285型を重量発注2008年に配備された。どちらのバージョンも電気式ディーゼル機関車で2 2 0 0ットのマトゥー。 フリードリヒスハーフェンの 16V4000R41 リットル型エンジンを搭載。違いは変速機と最高速度である。旅客型は146型と同様の空力ルで最高速度時速 160km。貨物型は185型とよく似た車軸ベアリングを持ち、最高速度は時速 140km である。これら重出力の機関車は シーメンスのユーロランナーやホスロの G2000 型と競合する。245系ディーゼル機関車は4つの分割エンジンによって駆動され、トラックス P160 で ME と表示される。ディーゼルエンジンはキャタピラーの C18 形式で、出力は合わせて 2252kW に達する。主要投入先は DB レギオの中で南東バイエルン地域、アルゴイシュバーベン地域、ヘッセン。 バーデン・ビュルテンベルク、アルプ・ボーデンコ地域などである。187型電気機関車は2011年5月ビューン,ン輸送物流展示会で AC3 形式の一種類として最初に紹介された。187型は電圧 15KV、周波数 16.7Hz、電圧 25KV、周波数 50Hz の交流用で製作された機関車で、 1 8 0ットのディーゼル補助エンジンは、非電化の最後の1枚力間を走行するとき、使用できるよう設置されている。機関車が補助エンジンだけで走行する場合、速度は時速6 0トルを過ぎない。ディーゼルエンジンは廃棄、ガースのブ等級規格を満足するように製作されている。トラックス2軒の相違点は変更された、頭部、機械室内の変電装置周辺の曲がり通路。 もっと高い出力、E t o ク s の対応機能である。2013年5月ドイツ鉄道は450両のトラックス3機関車の一括注文に関して、ボンバルディア社と契約書に署名したことを発表した。契約によれば、ボンバルディアは、機関車の製作時、仕様を様々に変更せねばならなかった。ドイツ鉄道は110両の187.1型を、 d ブカルゴに20両の147型を DB レギオに配置した25両の機関車は2017年3月末、ドイツ鉄道の IC2 用で注文され2019年から運用される予定であるトラックス MS3 形式機関車は多重システム機関車で14国で承認され将来に投入される予定である側面壁は平板で構成され ディーゼル補助エンジンは装着できる。トラックス DS3 形式機関車は直流用機関車で、イタリアスロベニアポランドで運用される予定である。MS3 形式の車両と同じく、側面壁は平板で、ディーゼル補助エンジンは装着できる。2006年末までに700両以上が配備され、2007年11月現在、なお多数が製造中である。各国の、どの鉄道事業者が、 どの形式を何両運用しているかの詳細は、ホームページのドイツ語版あるいは英語版が、最新の情報が反映されやすいので、そちらを参照されたい。両台車はコイルバネで車体を指示して、連結棒を介して牽引力と制動力を伝達する。すべての軸は、ジョバリフエンジンブロックによって作動する。ゲアは、アイグの逆の頭文字であり、レイフは統合された。 駆動機による機関車の運転を意味する。誘導電動機は全体として交換できる。145系電気機関車及び TRXXF140 機種の場合、吊り掛け駆動方式が採択され、電動機は車軸によって指示されている。146系電気機関車及びトラックス P160 機種にクイル式駆動装置は装着され、電動機は 自在継ぎ手で臨軸と連結された中空軸に力を伝達する。二つの横の傾向と六つの縦の傾向で構成された骨組みの上に平板のガーメン壁が覆われており、骨組みと共に単位構造体を形成している。機関車の屋根は機械室の設備交換のために三部分で分離可能である。トラックス2からキャップの前頭部は、 衝突事故の時に運転者を保護するために強化され、構え体は衝突安全に関する新しいヨーロッパの規定を満足する。屋根の上には、スリータ検出機とサージ防護機器付きの Z 時形集電装置及び、真空の主海兵器と連結された高圧引っ込め線が設置されている。四十五型と十六点零系の場合、主海兵器と引っ込め線は構え体の内部に、 設置できたが、トラックス機関車の場合、25KV の電気運転のため高圧引っ込め線は屋根の上に設置されている。4つの電流システムの機関車の場合、屋根上に直流用設備のためにシステムの間に絶縁体が配置されている。直流用機関車の場合、屋根の引き込みの線は高い電流のため広いアルミニウムの細胞の形で通電されている。 ドイツ鉄道所属1 8 5 1系機関車の機械出手改兵器を通じて供給された電流は電圧と電力量を測るために高電圧側へ、そして車両の駆動に消耗及び逆充電されるエネルギー量を正確に検出できる電力量計へ流れる交流用機関車の場合、主変圧器の駆動機側の巻線は両側の駆動用コンバータに連結されて、そこでは 電車線の電流が参照交流電流に変換する。このコンバータは H ブリッジ回路、中間の直流回路、逆変換装置と単位装置として統合されている。変圧器の二次巻き線に起きる電力変化によって、コンバータの入力電圧は 15KV だけではなく、25KV のシステムにも一定である。直流用機関車の場合、H ブリッ回路は三千ボルト以下には、 高圧コンバータとして 1500V 以下には小圧コンバータとして機能する。d c に形式の機関車の場合、H ブリッジ回路は抜けている。全機種の機関車には可変的な電圧と周波数の参照交流が逆変換装置の出力側に適合して、その電流で主電動機は作動する。逆変換装置と H ブリッジ回路は類似に組み立てられるので、 制動軸動モーターから発生するエネルギーは AC、AC コンバーターを通じて逆方向に流れ、その後回路網に再び備蓄される。機関車の電力量計ではこのエネルギー移動まで計算される。交流用機関車の場合、機械室にブレーキ抵抗器が設置されている。ブレーキ抵抗器は送風機によって冷却される。送風機は外気を吸い取り、抵抗器へ押して、 屋根へ排出する。多重システム機関車にも電力2.4メガワットのブレーキ抵抗。ブレーキのエネルギーは 3.6KV 以下の直流電圧の場合、電車線に再び備蓄されるが、もっと高い電圧の場合、抵抗器は負荷的に作動する。制動装置のコンピューターは制約条件の制動加速度を電気ブレーキで試して、加速度が条件に合わない場合、 圧縮空気ブレーキを補助装置にするようプログラムされている。トラックス3の電気ブレーキは 240KN の制動力を発揮する。ブレーキ掛けの指令は指令線を介して他の車両に伝達されるので列車のすべてのブレーキが反応できて列車の連結部に圧縮及び張力が発生しない。輪軸には統合ディスクブレーキが装着されている。貨物列車などの入れ替えの目的で作用する。 負荷ブレーキと留置される車両の固定のためのバネブレーキは走行用ブレーキに属しない。すべての列車で消耗される圧縮空気は圧縮機によって1分にあたり2400リットルの吸入量で800リットル容器を通じて供給される186系機関車の運転席列車が互いに合うき障害を防ぐために運転室は耐圧構造で製作されている。運転台は トラックスとトラックス2のバイドイツ鉄道の標準でトラックス 2E の場合ヨーロッパの標準で設置されている。全世代の機関車はドイツ以外にも投入されているため、定型のアナログ方式の計基板は速度、牽引力、信号表示及び自動運転、制動操作と連続列車制御装置の表示器を構成するモニターで置き換えられた。他の適用として国家間に通用できる 列車無線装置は装着された。ディナトランズ、プレミア、トラックスで m e ア d b a g ン、n D ジェノルバーキアで22オーガスト2012ボンバルディアリファート25ツインデックスバリオ、インターシティ、ダプルストックズージア,アンダイドイチェバーン、ボンバルディアトランスポーテーション 30MRZ2017 会社のネットサイトハット、ナトルザーバーガング ダイラストマイルローコミューティブインアイゼンボンテクニシャルウンチャウヘフト9セプテンバー2014 S174-176 ありがとうございます。